セブンイレブンサタデースペシャルゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは、ご機嫌いかがですか。和田アキ子です。こんにちは、柿原忠です。7月も23日ですから後半ですし、子供たちはまあ夏休みとかね、そういう感じの時期だと思いますけれども、今日はですね、土用の丑の日なんですね。これさ、いつも思うんだけど、土用の丑ってどういう意味なの。僕もよくわからないんですけど。じゃあ金曜日の馬とかなんかあるんですか。土曜の土曜は土曜日の土曜じゃないですからね。あ、違うの。ええ、漢字で書くと用が違いますね。用事の用です。土に。あ、そうだっけ。用事の用で土曜なんですけど、まあ、これどういうことかというと、まあ、季節変わり目を表す、よく立春とか言うじゃないですか、立冬とか、まあ、立春立夏立秋立冬と4つあるんですけど、それぞれの季節の変わり目のおおよそ18日間ぐらいの時期。あ、そうなの。これ年によって違うんでややこしいんですけど、18日間ぐらいを指して、まあ、土曜というわけですね。ね、なんで夏の土曜だけがこんなに。これはですね、かつて平賀源内というですね、江戸時代の蘭学者がいまして、まあ、彼はまあ今でいう本当に広告マンみたいな人でもあったわけですね。あ、そう。だからこう、この時期暑くてしんどいので、精がつくうなぎを食べたらいいんじゃないっていう、これ裏側で言うと、うなぎが夏に売れないから困ってるという相談を受けた平賀源内が、だったらもう食べるように定着させてしまおうっていうふうに世間にアピールしたら、見事今まで続いてるという。へえ、そういうことなんですね。そんな前からじゃあうなぎあったんだ。そうですね、江戸時代から、まあだからうなぎはすごいな。ねえ、へえ。それこそ文化でいうと、江戸は侍文化なんで、腹からさばくと切腹になるから、関西は腹からうなぎをさばくんだけど、東京は背中からさばくとか、そういうのもあるみたいですよ。あのニョロ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 、あ、縦にした場合ね。そうですそうです。へえ、それも知らなかった。はい、だからまあそれぐらい江戸時代から、まあ、うなぎと関係があったと。すごい、なんかすごい勉強になった感じする。でも絶対来年は忘れてる。忘れてるね、きっと。まあでも食べる人は多いと思いますね。ああ、はい、やっぱりそれで精がつくっていうもんね。そうなんですよ、元気になるっていう、これでもあれだね、他の資料で、夏の土用の期間中に名前にうのつくものを食べると夏バテしないという言い伝え、だからうのつく食べ物、うなぎやろ、で梅干し、梅干し、うどん、うり、うりは、うどんも精がつくのかな、なんか。いや、ここら辺になってくるとほとんどこじつけに近いような気がしますけどね。でもまあ美味しいもんやからね。まあ、でも何でもほら、もう最近は節分に恵方巻きもそうですけど、定着してしまうと、まあ、食べたいから食べるという背中を押してくれるというか、そうですね、理由にはなりますからね。あ、でも土用丑ってそういうことなんだ。はい、ありがとうございます。うなぎ召し上がる方も多いと思いますが、はい、さて、精がつくといえばですね、アッコさんと上沼恵美子さんが地元大阪をロケされたスペシャル番組の前編が一昨日オンエアされまして、ご覧になった方、精がつくってどういう意味ですか。いろんな意味でエネルギーもらったんじゃないかなと思いますけど。疲れたんちゃいます。インパクトはすごいですからね。そうでしょ、なんかね、私と上沼ちゃんって仲悪そうに思ってる人いるのね。いや、なんか、この間先日週刊誌で、アコさんと上沼さんが共演することの裏側で、2人の因縁の歴史みたいなの書いてあるんだよね。そんなにだって仲良くもないけど、そんなに悪くもないですよ。逆に言うと共演の機会が、拠点が少ない、大阪と東京と違うので。それで番組ご覧になった方は分かると思いますけど、私がやっぱり先輩やから、ちゃんと上沼さんはね、恵美ちゃんも私を立ててくれたし、そうですよね、そんな週刊誌出てた。いや、ちょっとあんま読まないからな。私も余計な情報入れてしまいましたけれど、まあ、いらんかったな。気になって知らないから。で、後半がですね、オンエア前なので、アッコさんの感想は後日改めて詳しく伺えればと思いますが、後編は28日木曜日、夜7時半からのオンエアになりますし、これ関西地域での放送です。そうなんです。なので、関西以外でお聞きの方はですね、NHK の見逃し配信サービスの NHK プラス、放送後2週間全国でご覧になれますので、
ありがとうございます。私もそれを見ようと思って楽しみにしております。ありがとうございます。さてこの番組ですが、はい、懐かしの映画音楽スペシャル、はい、第2弾を今日もお送りしたいと思いますので、はい、どうぞメールファックスの受付ありませんけれど、うん、最後までお楽しみいただければと思います、はい、それではこの曲でスタートです、はい、和田アキ子夜な夜なダンス。